キャスカもあいつのことが気に食わねえんだろ。やるってなら俺が手を貸すぜ。グリフィスが決めたことだ。我々がとやかく言うことじゃない。なんで透かしやがって。ガッツ筋がいいな。ナイフ投げるのだいぶ上達したんじゃないか。教えるやつがいいからな。だがやっぱ性に合わねえ、こういう小さいことは。らしいな。だけど一寸先は闇ってのがこの商売だろ。万一のために覚えて損はないって。それにしてもでっけえ町だよな。一体どんだけの人が住んでんだよ。ポートウィンダム、ミッドランドの王様のいる城塞都市だからね。城壁も見事なもんだよな。何重にも行き渡って、こりゃ他国に攻められても絶対落ちやしないぜ。やるっきゃねえよな。城塞はほぼ制圧したよ。あとは本丸だけ。ガッツに任せておけば大丈夫だね。今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥーゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥーゾット、誰だ。知らないの。傭兵の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で開けた首は何百何千とも言われてる。でもゾットが恐れられているのは強いからだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場で姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。ノスフェラトゥと言われるゆえんさ。まさか本気でそんなおとぎ話信じてるわけじゃねえだろうね、リッケルトちゃんよ。あいつそういうのを見るとやたら突っかかってくとこあるからな。人たちかわしたな、小僧。なんだこのまといつくような威圧感は。
が剣を交えたどんな奴よりもこいつは強い。舌を巻くほどの達人だったが、こいつの強さは人間を超えている。この俺を失望させるな。ありえない、こんな化け物が現実に存在するはずがない。貴様の力は。出来上がれ。いや、人間にしてはよくやったと言うべきか。だが容赦はせん。化け物から逃げおおせてからにしろ。
ッツ、黙って飲んでてもつまんないよ。もっと盛り上がってよガッツってば。ガキがうるせえぞ。男には一人で飲みてえ時もあるんだよ。コルカス、口ではああ言ってるけど、みんなで騒ぎたいんだよ。こびいてぇ。昨日潰れちまったのがまずったな。たく、最悪だぜ。てっ、首は揉まない方がいい。かえって悪くするから。首が痛い方の腕を後ろに上げてみろよ。へえ、詳しいな。いろいろと器用なやつだぜ。やるっきゃねえよな。行きやす。前進する。私らなら負けるはずありやせんぜ。よし、行くぞ。俺がやる。君すぎるな。我ら黒羊鉄槍重装騎兵団の猛威を天下に知らしめるのだ。こんなところで終われないよ。仲間は傷つけさせない。進行を開始する。Yeah!
よ。危ない時を下がれ。出陣する。よっしゃ、帰って飯にしようぜ。ニコルの野郎、惚れた女と結婚するために戦場で功を立てるって息巻いてるってよ。たかが女のために。たかが女って笑えるほどオタクモテてたっけ。バカ野郎、俺はこのままいきゃ貴族にもなれる男だぜ。そこら辺の女なんぞに構ってられねえんだよ。なんだリッケルト、鍛冶屋の仕事に興味があんのか。鍛冶屋っていうか、ものづくり、仕掛けのあるもの全般かな。クロスボウ使うのも好きだし、もっと複雑で役に立つもの作ってみたいなーって。グリフィスはどこだ。話があんだが。グリフィスは大臣たちと謁見中だ。終わってからにしろ。グリフィスは貴族でミッドランド軍の騎士なんだ。お前みたいに剣振り回していればいいだけの人間じゃない。やるっきゃねえよな。引くか。獲物は逃がさねえよ。調子に乗りすぎるなよ。ま、気楽に行こうや。Thank you.
問する。よし、行くぞ。ところで終われない。野郎ども、気張っていけよ。切り込みたいらしいとこお見せしやすぜ。根性見せろや。ここが正念場だ。あっしらなら負けるはずありやせんぜ。やられる。この戦勝つぞ。切り込みたい。突撃。作戦成功。ここは引くしかあるまい。戦いだったんじゃねえのか。